小倉競馬場、午後一番手、第五競走はメイクデビュー小倉、2歳の新馬戦です。芝コース、2 0 0 0ル混合戦です。続々と各馬の枠入りが進んでいます。パフ、今ゲートインです。待っていました。12番のディスペランツァ。12番ゲートです。ディスペランツァ、誘導を受けまして、今ゲートイン。 ススタターートトししままたたさあ若干ついに見えます先行争い、内にコースを取りながら名村フッカーが前の位置そのうち1番のエクレシア最内からいやいや促して6番のパフ先行していきますずれて上がっていったのが8番のメッショゴーフルに11番ゲインサポートその直後にいやいや外目12番のディスペランツァつけましたそして内からこれに接近する9番のメリオーレムです。 さらにそのやや外目10番のモスコビウムが中段より下がったところその後方からは3番のオスピタリテが続いていって1コーナーカーブし終えてこれから2コーナーです。 コーーナワーク1番のエクレシアが先手を奪う形リードは4分の3馬身これを見るように8番の名将ゴーフル2番手の位置を進みます3番手、外11番のゲインサポート2コーナーそして打ち差がなく6番のパフが追走ですそして外から半分差5番のナムラ・フッカー12番のディスペランツァが追走さらにその後方からは9番のメリオーレムがつけていますポツンと進んで後方固まって10番のモスコビウムが外打ち差がなく3番のオスピタリテさらに2馬身後方ですが7番のセレストが さらにその内からは2番のリンドバーグ外4番の第5ホマレリューという体制向こう上面の中ほどですさあ各馬残り800を通過3コーナーカーブしていきます先頭ですがわずかに1番エクレシアこれを見るように8番の名勝ゴーフルが2番手3番手11番のゲインサポート外から接近する12番のディスペランツザ内は差がなく6番のパフが現在後位の一角に取り付いていますさらにその外からはスーッと位置を上げていったメリオーレムメリオーレム位置を上げて現在単独4番手を伺っているこれを見 セレス7番のセレストも上昇開始さあ残り400を通過第4コーナーカーブからまもなく直線に向かいますさあここで先頭名勝ゴーフルに変わっている名勝ゴーフル先頭で直線に向かいましたさらに大外をつきましては7番のセレスト大外をついてはさあセレストが猛然と伸びてくるが再び突き放しましたゼッケン8番のさあ名勝ゴーフル名勝ゴーフル2番手には9番のメリオーレも上がってくるが先頭8番の名勝ゴーレムゴーリ名勝ゴーフル勝ちました名勝ゴーフル勝ちました そして2番手、3番手の争いですが最後、外からよく伸びてまいりましたゲインサポートさらに外からはメリオーレムよく足を伸ばしております勝ったのは8番の名将ゴーフルブラックタイド3区秋山慎一郎騎手の手綱そして2番手ですが11番のゲインサポートに9番のメリオーレム最後よく足を伸ばしておりましたあとは7番のセレストが外から続いております 小倉競馬、第5競争タイムですが2分3秒7上がり 800m ですが47秒 7600m は35秒3です一旦は正面に向いて並びかけられながらも最後は再び突き放しました2番手、3番手の争いですがゲインサポートあるいは9番のメリオーレム 2頭接戦ですがどうでしょうかゲインサポートかメリオーレム2頭これは接戦そしてその後少し離されて7番のセレスト4番手の入選となっております小倉慶は第5競争1着8番のメッシをゴーフル23着が写真です4着は7番のセレストそして5着は12番のディスペランタで点滅を始めております カチマ確定のご案内がありますのでお手持ちのカちウマ投票券お捨てにならないようにお待ちください。